はい、中央情報基地2番が開いた。ここはアイテムは取ってある。上に行きましょう。開きましたね。お、トウモロコシさんたち装備品作れるってあったんですよね。ちょっと調べてみましょう。はい、トウモロコシジュースを買って準備万端ですので先に進みます。ゲームの最終エリアに進みます。一度進むと前には戻れません。よろしいですか？はい、セーブもしましたんで行きましょう。いよいよクライマックス。まだいろいろと謎のままですけど、全部わかるんでしょうか？うん。私がいないと退屈じゃない？なわけないか。うるさいの嫌いだもんね。どうしたの急に。別に。ねえねえ、一緒に海見に行くって言ってくれてたよね。起きてたの？いつもクールなダーリンの違う一面を見たいんだもん。約束忘れないでね。もちろんよ。それじゃあ私用があるから。ハッキングされてるって言ってたから突き止められちゃったのかな。結社に見つかっちゃったんだ多分ね。もう一人で行くしかない。すごい広い空間。あれはなんだ。すごい悲しい BGM。 あれ何？長い間君を待っていた。あ、カッサーってこの人。私を待ってた。あなたは何者？私が誰だかは重要じゃない。一秒たりとも無駄にできないんだ。何をする気？やめて。カッサーはシーに協力させられているっぽいですね。あの女の子誰だ？これが転送装置とやらでしょうか。ここだな。ちょっとはやるみたいだな、シー。行け。出番だ。この子を解き放とうとしてる？なんかスキャンしてますね。あれが一つ足りない。ギキとか言ってたやつ。まあ、いい。メリサ、行くぞ。メリサ。ちょ、待って、あなたたち。
打ちくたびれた。解放されてますね。大丈夫なのかな。ここにいるすべての生き物を殺し尽くせ。一人たりとも残さずに。これもう現実に出てきてるの。超越的な力がこの空間に降臨する。そして一切衆生が粛清される。すべてを止めなければ。え？ゲームオーバー？え？タイムループものだったの？あなたが助けてくれたの？終局を迎えてはいけない。殺戮者を超越次元から逃してはならない。さもないと全てが終わる。さっき全てが終わったんですね。ここはどこ？転送技術の実験室よ。カスターは一族復興のために結社と手を組んだけれども、カスターは全く気づいていない。狂った黒幕に利用されていることに。彼の転送装置を破壊しなさい。これで彼らの計画を全て潰せる。ああ、さっきの、なんか装置を起動させないようにすればいいんだ。これはな、どういう現象なん？時間巻き戻せるの？あの人。進みましょう。はあ。今まで来たことがない部屋ですね。約束を忘れるな。伝送座標を固定することで、私の計画した実験体の回収を支援するんだ。転送技術の面積拡大を二次的な研究内容として、その時には君に伝送面積拡大の技術サポートを行おう。基礎の数値が合致すれば、結社に実験内容を提出できる。マウスや資金面でも全面的にサポートする。君がどうするのか、私は常に見守っている。それから、あの氷が好きな妹から目を離すな。私に面倒をかけないでくれ。あの女の子はカスターの妹だったっぽいですね。これは、報告番号 F1-2-14、管理部研究部、責任者カスター、報告内容 1-9-5201A の分体実験に関する説明。第14回目の方向、もううんざりだ。プロジェクトの人間に頼んで、コードをいくつか追加させたのに、全く進化していない。PS、もう報告を書かせないでくれ。うまくいってない。比較実験。45個のサンプル。46番目はあった。次の比較サンプル。まあ、この人もね、血だらけだから、もうおかしくなっちゃってるんでしょうね。これは、データレコード1012、ようやく進捗があった。この短い時間の中で、どれだけのことを進めたことか。これは小さな改善ではない。質の変化だ。今、C には問題の可能性と重要性を理解させなければならない。C は楽観的すぎる。そして最近はいつも髪の長いやつと一緒に私の仕事を監視しているようだ。アブサロムのことか。データレコード1300。C、あの傲慢な何々野郎。毎日のように転送技術のバージョンアップをせかしやがって。あいつが何を企んでいるのかさっぱりわからない。もう勝手にしてくれ。奴は私の研究を進めるのに十分なリソースを提供してくれさえすればいい。データレコード1305。またメリッサが水域を凍らせた。あの愚かな連中は私に責任を取らせるつもりのようだが、私にそんな時間はない。何の関連性があるというのだ。私は唯一無二の天才科学者であり、妹のメリッサは実験に失敗した。アシャ？かっこ、そしていつも多くのことがめちゃくちゃになる。研究を成し遂げるのをいつも誰かが妨害している。メリッサ、あの妹さんも何か特殊な力を使えるんでしょうかね。凍らせる？
これはデータレコード10345。この実験段階では通路出口の空間座標を確認することはできず、複数のデータセットを使って誤差を修正し、最終的にデータを固定する必要がある。都市部でのサンプリングや輸送を経て、最終的に入力座標は一定範囲の値に固定される。基地外サンプリング数16、すべて冷凍処理済み。破損サンプル数26、分質サンプル数。何のサンプル？ここら辺のねえ、保存されているやつは一体何をされていたんでしょうか。カスターだ。Cに言われてきたのか。まだテスト段階だ。何をそんなに急いでる。Cあなたは誰。私は誰。招かざる客、さらばとでも言おう。あら、またどっかに飛ばされた。一体何。あやね、あや、そういえばあやね、屋外、砂、石、なんでいきなりこんなところへ。ここ一体どういう。あの妹ちゃん、戦う感じ。おお、槍か。いた。よいしょ。なんか危険な香りがした。なかなかやるじゃない。うん、あれ触っちゃいけないんだ。触れると冷たいのね。よいしょ、ナイス。で変身して今のうちに畳みかける。それずるくない。今こっち変身中なんですけど。ちょっと待って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 。何あれを発動してるときは竜巻の中心に近づいちゃいけないってやつ。すごい大技使ってくるじゃんね。はい、もう一丁。さあ最初のうちに使っておきましょう。ちょっと離れて、よいしょ、削って削って、ナイスナイスナイス。よいしょ、オッケー。避けといて、おお、凍った凍った。そしてこれはいた。ああ、あの氷の破片が襲ってきてたんだ。痛いね。うん。おー、3回広がった。よいしょ。うん。よいしょ。いたたたた。回復使っとこう。うん。うん。うん。よいしょ、今だ。これで半分くらいまで削れた。ちょっと、うわちょっと避けるタイミングが分からなかったですね。うわ、一応、うん、うん、うーしょ、うん、うん、よし。この子の攻撃は、あー、防御の方がいいかと思ったけど、ちょっとこっちに避けて、氷を飛ばしてきたら避ける、飛ばしてきたら避ける。よいしょ、オッケー、オッケー。おーい、
避けて3、OK、よし、ナイス。もうちょっと、危ない。よし、うん、よいしょ、ナイス、1、2、3、 OK、 ナイス、よいしょ、よいしょ。あれ、防御じゃ防げないんだ。回復しといて、いた、ナイス。これでとどめ。強いですね、この子。のメリサ、怖がることはない。こいつのことは私が何とかしよう。新しい研究成果を君で試させてもらうよ。天国に行く保証はしてやれないが。なんだこれは。あいつ騙したら。急にゲートのようなものが暴走してる。あいつって誰？チー。割と何が何やら。ずいぶんあの子のことひどい扱いしますね。勝手にどっか行っちゃった。何だったん？彼らは一体。あなたを止める障害はもうない。え、本当に？かつて失敗した場所に戻りなさい。真の運命を明らかにする時が来た。あれで転送装置を破壊したというか、使えなくしたことになるんでしょうか。とりあえず別の場所に飛ばしたから。うん、あ、戻ってきた。悲劇はあなたによって免れた。悲劇？あの者はカスターの転送技術を利用し、古代痕跡から持ち帰ろうとした。リフィスの息吹を、全ての次元を壊す恐ろしい劇。あの槍のこと？柱に刺さっているあれのこと？そう、それはとてもすごいものなの。
超越次元へのリンクを強制的に解放するとあなたは死ぬ。今リフィスの息吹はまだ封印されている。超越次元であなたが見た彼女、柱に貼り付けられた。そう、あれはもう一つの世界にいるあなた。次元軸は異なるけど全く同じあなた。彼女の降臨はここを無休なる地獄へと変貌させる。あれはあなたを利用しようとした。あなたの力を借りて超越次元から素行して人間界へ降臨するため。そんなに危険な存在なの？あなた、なんで自分でしないの？自分で阻止すればいいじゃない。この世界にいる私は影に過ぎない。まあよくできた投影ね。傍観者としてあなたを正しい道へと導くことしかできない。せめてこの世界を破滅から救う道へ。あのイカれたやつ、死、私に会いたいのはその儀器を手に入れたくて。そう、でも彼は失敗した。私たちは全てを止めた。前へ向かって進みなさい。あなたを待っている人がいる。とりあえず解決したんでしょうか？全てを止めたって言ってましたけど、本当に？